ギブソンのギター全般に言えること、いわゆるハンバッカーが2つついてるどんなギターでもいいんですけど、センターポジションでフルテンじゃなくて9とか8とか、その本当にコンデンサーがこう働いて音が変わる、フルテンになって音が変わる寸前のところっていうののにうまくこう調整して、センターポジションでジャギってやると本当にこうジャキってなるんですよね、どんなギターよりも。で、一見すごいこうスーパークリーンのアンプでそれを弾くとペランって聞こえるんだけど、実はなんて言うんだろう、レンジがあって僕はすごい好きな音なんだけど、それがね、もちろんうまく再現されてるギターですね。歪んでなくてもこういう言い方しちゃうと元も子もないんですけど、多分自分の好きなトーンっていうのがもうあるんですよね。自分の好きなトーンなんだけど、そのプレイヤーとしてはやっぱこれレスポールだなとか、これやっぱフライング V の音なんだなっていうのが弾いていくうちに分かるっていうか、なんかそんな考え方ですね。まず自分の好きなトーンを作ってから素材を味わうみたいな、そんな感じ。あれですね、リファレンスが自分の頭にあるんですね。それで今日みたいに一回こう生で聞いて弾いて音作って、その録音したものを再生して聞いて、それで思った通りの音ってなればもういじらないっていうか、その後なんかね、またあれもないこうでもないっていじっていくと輪郭ボケちゃうんで、あとはもう自分の手で強く弾いたり弱く弾いたりする感じですかね。なんかね根性論じゃないですけど、なんかわりかしそこになるまであとは手で頑張れみたいな。多分オールラウンドな音が作りやすかったんだと思います。例えば僕なんかが中学高校の時って10 years after のアルビン・リーと か結局その B.B. キングとか、そのブルースを流れを組んで、まあクラフトも使ってたじゃないですか。だからそのもうちょっとブリティッシュな影響を受けたブルースロックみたいな人がすごい使ってたんですよね、セミアコって。で、そういう楽器なんだなってずっと思ってたわけ。なんかブルースの人が使う楽器っていうか。そしたらばいきなりなんかこうダイナコンプとか、それこそダウンエレクトロのオレンジスクイーザーとかポコッとつけて、軽いコンプレッションで、カッティングしてたりとか、シングルノートでなんかこうすごい浮き立つようなバッキングがあったりとかして、これなんだろうなと思ったら335って、もうなんかそれが定番になっちゃったみたいなね。だから335持ってないのっていう感じでスタジオ仕事始めた頃はなんかまず335ありきみたいな感じでしたね。リードに倒した時のちょっとカントリーみたいなスタイルもいけるし、逆にフロントでちょっとトーンを絞ってこうジャージーなものもできるし、さっき言ったようなセンターポジションで8とか9ぐらいのボリュームでこう非常にこう小気味のいいストラミングができるような音色になったりとか、だからやっぱりこう用途が広い楽器なんだと思いますね。
トルネードっていうのは、泉くんが書いた曲で、2枚目の維新伝心っていうアルバムにあの曲を泉くんが持ってきて、こういうユニゾンをみんなでやりたいんだよねっていう時に、ああもうこれ絶対レスポールだってなんか思ったんですよ。なんかレスポールのさっき言ったそのフルテンじゃないで、しかもこうセンタースイッチでのポジションで歪みすぎずでも結構ガッツがあってっていうのはもうレスポールしかないなと思って、全世界的にやっぱりセブンティーズとかそういうグルーブのセブンティーズのグルーブとかエイティーズの初期のものとか、結局我々が一番こう思いっきりリアルタイムで波をかぶった音楽がまたこう今面白いっていうかトレンドになってるところもあるので、でもそれをなんかね、僕なんかがまた同じことやってもしょうがないと思ってるんですよ。やっぱりその若い人たちがなんかこう違うアプローチで、でも最終的にそこに行くのかもしれないんだけど、その違うアプローチで到達することが面白い、なんかまた新しい文化になると思ってるんで、だから僕たちはやっぱりその次をまた考えなきゃいけないかなっては思ってますけどね。ファンの皆さんはそれこそ今日のそのシュートじゃないけど、やっぱ生身の人が弾いて生身のこうなんていうんだろう、その時の音っていうのがこうちゃんとこう聞こえるっていうのがやっぱり一番いいんじゃないですかね。